こんばんは、日常。本日は知恵の新商品たちを一気に食べていく。なんか今はこれつまりサルとプロマージドーナツはじめ新年なので、みんなも一緒にまとめて食べて、では食感と話題のドーナツからいただきます。新食感とは言いますけど、これはどうなのかな。まあ確かに美味しくはありますし、サクサクと食べ進められる本当良い味わいになってはいるんですけど、ちょっと一方でドッグの方は両方が主役という通り、本当にどちらも前に出てきますね。だけど決して競い合ってるわけではない。ラブル主演でお互いに高め合っている、そんなドーナツじゃないな、ドッグになっている。これにソーセージあってもいいけど、マスタードはいらないかな。まあこれは個人的にダメなだけですけど。そして暑くなってくると飲みたくなる冷たいドリンクもいい。てかミスド、一気に新商品出しすぎじゃないですか。美味しいからいいんですけどね。レビューはこの後すぐ。クッパン。あ、用心。では。ごちそうさまでした。一緒に食べたそのフロマージュドーナツは、生地としてはふわっとした感じなんですけど、フォーフォーとフロマージュの合い通りチーズの香りが広がる。ただ新食感と言われると一点と違うかな。フォーマージュただ既存だけどチーズのフォーフォーのフォーフォーが新たな味わいを出すというか、クラッシュネス、その上でシンプルな効果的なのフォーニガサ、おいチーズがクリーミーなかまじかいベリーのマサ、自分は美味しいチーズのクリームが一番チーズの特徴を感じられて美味しかったんです。本当に外側の生地が、外側の生地じゃない、挟む皮を、具材を挟んでる安心なのものが浮かって、手間強い、もちっとした料理セストンって美味しかったんです。あれ、おつかみのパタチロール、卵サラダのコシがある旨味や、ピリッとカレーサンドが一番カレーのコク、旨味に、卵の旨味に、手を合わせが一番のって最後の、アニシャリフローズのミッション。チョコレートは結構甘めでまったりとした。その麺は酸味が効いていて、シュワッと弾ける爽快な気持ちで、今回食べたのは、フロマージュドーナツは名前に調べて出しておきますので、こちらは半分しない。幕持ちの具はカレーさん、このメニューがナショナルームで美味しかったので、その3つの代表としてご伝授させていただきます。それでは、本日もご視聴ありがとうございます。コメントしていただける、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、拡散していただける、ミスマの新商品を食べてもらい、食べてみたいと思われたら、ちょっともう団体いいよ、自分。ミスマの新商品を食べてみたいと思ってもらえると、とても嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。